はい、それでは今日はダーティー藤原氏という題で話をしてみたいと思います。平安時代に活躍した貴族がこうダーティーであった。ダーティーというのは汚い手を使っても、ちょっと汚れた手を使ってでもね、権力を取るとか、そういう内容で書いています。小学校の6年生の社会の歴史の教科書に藤原道長という人物が取り上げられています。聞いたことあると思いますよ。で、ある宴会で、この世は我が世とぞ思う、望月の欠けたることもなしと思えばね、望月は満月ですから、私はもうね、権力を握ってですね、満月が欠けることがないようにね、自分のね、この世の中は全部自分の世の中のようであるというおごり高ぶった歌であるというね。でですね、なんでこんな喜んでるのかなって言ってですね、まあお祝いの席というのは、まあ藤原、これはあの道長だけに限ったことではないので、まあ仮に藤原の丸丸という人物がいてね、そして天皇の家来なんですよね。しかしですね、こう天皇と関係を強めて自分が権力の座につきたい、そこで、生まれた娘を天皇家に嫁にやる、ね、そうするとこれで、天皇家と親戚になると。で、外戚って言うんですよ。よく法事の時とかお葬式の時におじさんやおばさんたちがいっぱい親戚が来ると思いますが、あの名字が自分と同じ、親戚もいれば名字が違う、つまり母方の、親戚だと名字が違っている、これを外籍というふうに言うんですね。はい、ということになって、でこれでですね、小学生だったら、道長が何で喜んでるのかって聞いて、自分の娘が天皇の妃になったからというふうに言えば、まあ、小学生ならいいところです。まあ、中学生だと申し通しですね。これだけでは権力はね、握れないんですよね。この後が大事なんです。さて、天皇と娘の間に巫女、これは王子と書いてありますけど、巫女が生まれ、そしてこれが成長してですね、次期天皇になり、今の天皇は引退してもらうと、ここでですね、あの藤原の丸々は外祖父で、まあ、おじいちゃんということになるわけ、じいじということになるわけですね。で、特に平安時代は子供というのは妻の実家が養育する、つまりこの新しい天皇は藤原氏が自分の家で小さい頃から大事に育てている、で子供もおじいちゃんに懐いているわけですね。こうして、権力を握ると、まあ、これで摂政という位について、まあ、昔は血筋を重要視したり、それから年長者を重要視したり風潮がありますから、まあ、親戚の中で一番経験の豊富な人の言うことを聞くものだということで、まあ、そういうことで天皇も摂政の言うことは無視できないということですね。まあやがて天皇も成長して成人になると、摂政ではなくて関白という位につくということも、まあ、小学校や中学校で教わりました。摂政と関白ね、関白の方がね、偉そうなイメージがあるんですが、実は摂政の方がいいんですよね。天皇は子供で言いなりになった方が権力握れますからね。もう一つ、あの今おじいちゃんと言ったので、そんな年取ってから権力握ってもねなんて思う人もいるかもしれませんが、昔は結婚が10代で結婚してましたから、30代40代で祖父になるなんていうのはザラだったので、ちょうど政治家として油の乗り切った30代後半や40代50代の頃にもう、あの外祖父としてね、権力を握るっていうこともあるので、まあ中学生だったら、娘を天皇家に嫁にやり、そして生まれた子供を天皇の位につけて、その摂政をやって権力を握るっていうふうに書けると非常にいいんじゃないかなと思います。でこれを摂関政治というふうに言いますね。ですね、しかしですね、どうでしょうか、こんなにうまくいくかってことですよね。ちょっと巻き戻してみますね。さっきの次ですが、これで娘が嫁に行ってですね、またうまくいって王子を、巫女を産んだとします。しかしね、貴族はね、他にもいてですね、天皇の妃は複数いて、その娘も巫女を産むかもしれないですよね。藤原の丸々さんの、孫の巫女よりも、もしかしたらあの三角三角って書いてある人の、孫の巫女の方が例えば優れているとか、体が丈夫だったりとか、いろんな理由でですね、もしかしたら自分の孫が天皇にならないかもしれないっていうことが考えられるんです。そうなってくると、この人は、藤原の丸々さんにとって性的、まあ昔結構ね貴族残酷なんで消えてもらいたい
ていうことですよね。はい。ね、まあ殺さないまでも失脚してもらったりとか、病気になってもらったりとか、もっと言うとですね、この天皇家の王子までも、まあ、これも殺さないまでも、ね、王子ね、天皇になるのは諦めて引退してくれないから、お坊さんになったりとかしてくれないから、このようにですね、ここまでやらないと確実に自分の息子を、天皇にすることはできないっていうことね。ここでダーティーという言葉が生きてくるわけです、ね、ただ道長の頃はもう藤原氏の権力非常に強くて、まあ、それほど悪辣なことはやっていないんですけども、ちょっとね、彼の祖先の代まで遡ると結構いろいろあったんですね。ちょっとじゃあ祖先の様子を見てみましょう。さあ、藤原氏は昔からこう陰謀好きは好きだったんですが、まあ、貴族ってみんなそうなんでしょうね、道長の父親おじいさん、ひいおじいさん、もっと上、平安時代の最初の頃は藤原の義房という人物が権力を握っていましたね。ですね、平安時代の前半の桓武天皇とか嵯峨天皇は天皇として非常に強い力を持っていたんですが、ある時嵯峨天皇はいろいろあってですね、こう自分の秘書的な存在の役職が必要だなと思ってですね、両家の官といって今までの律令にはなかった蔵人という役職を作りました、ね、藤原義房は蔵人の党、蔵人のトップに立ったわけです。そしてこれはどういう役目かというと、天皇の秘書ですから天皇の相談役だったり、天皇にあること、ね、やあったことを報告したり、まあ、天皇の意向をみんなに伝えたりする役目ですね。非常に力を、権力を持ちやすいし、天皇とも個人的なつながりが強くなりやすいんですよ。これ後でも出てきますので、この蔵人の党というのは結構大事な役職なんですね。こうね、まあ、天皇といろいろなことで共感し合って関係を深めることができる役職、まあ、よく出てくる大臣、右大臣、左大臣とか摂政や関白なんかに比べればずっと低い身分なんですが、こういうですね、天皇のすぐ近くに使えるという、ね、役目を持ったわけですね。でそんな中でいろいろ揉め事があるとですね、自分の都合のいいように報告したりするってことができるわけですね。例えば平安時代の初めの頃、上和の変、これくれぐれも藤原の親房がいろいろ陰謀を巡らしたというよりは、他の貴族もこの頃はいろんな陰謀を巡らしててごたごたが絶えなかったんですね。でこの時謀反の疑いがあると疑われたのが立花の早成、友の小網ねなどですね。でこれらが、こう罰せられます。今言ったように、まあ義房がこれらの貴族を陥れたというよりは、貴族同士の争いで、これらの人が失脚していった、ね、平安時代死刑ないので基本的に島流しなんですね。でこの結果ですね、いいことがありまして、まずその藤原氏以外の有力な友氏だとか立花氏などが権力力を弱めていくということですね。友氏はね、奈良時代なんか大友のやかもしとかね、大友氏とかね、まあ、事情があって王という字を取って友氏と変えたんですが、こういう人物が力を失っていく。その後ですね、応天門の変、これ放火事件ですね。応天門という門が放火された。この事件で、まあ、これも貴族同士のいろんなごたごたがあったんですが、最終的にやっぱり友氏、騎士などが犯人としてですね、都から追放されることになる、ね、これでも藤原氏はですね、ライバルを今度はね、どんどん消していくことになりました、ね、で結局義房はですね、最終的にライバルは消えただけじゃなくて、この時謀反を起こした側の天皇の跡継ぎはこう跡継ぎから除外されて、まあ、義房の都合のいいね、跡継ぎが天皇に就くということになって、義房は外祖父として摂政になる、ね、義房は最初の藤原氏の摂政、ね、そして次がですね、関白、最初の関白は藤原元常、これも教科書に出てたかな、高校生なんかは教わったと思いますね。彼も、いろいろな、ね、権力者としていろんな事件に巻き込まれていますが、一番有名なのは阿公の紛議ですね。阿公ってあんまり聞き慣れない名前ですけども、元常がなった関白と同じ意味の
中国語なんですね。当時正式の文章は漢文で作成するので、まあ、藤原元恒を関白にするという上で、阿公という中国の似たような役職を使ったんですが、どうもこの阿公というのは、名目上の役職であまり権力を持たないようなことで、そのことをですね、完全に、まあ、元恒はですね、それにイチャモンをつけたわけですね。まあ、確かに摂政に比べると関白の方が権力は弱いのは確かなんですが、そしてですね、結果的に立花の広見という人物がこの文を書いたので、この人を失脚させるということになります、ね、こうしてですね、ライバルがどんどん弱っていくわけですよ。さあ、これは有名ですよね、菅原道真、ね、藤原じゃないんで間違えないでくださいね。遣唐使を辞めることを検索したりとかですね、学問の神様として重んじられている。でこの時の藤原氏の権力者は藤原の時平、もう物騒なんですよね。なんか雷が落ちていて時平は刀を抜いているとかね。これは後にですね、この二人は権力闘争の末に菅原の道真の方が左遷される。これ正体の変ですね。時平は藤原氏の貴公子、道真は学問が得意で実力で大臣になっていくと。で当時の天皇がですね、宇田天皇がですね、藤原氏ばっかりに力を握らしちゃダメだろうってことで、道真をこうね、ひいきしたというか取り立てていったということですね。で特に先ほどの左側の絵の方にあるようにですね、藤原氏以外のが天皇のこう天皇に娘を嫁がせるってことにすごく神経質で、三つ樽の娘も入内といって天皇の妃になったんですね。こういうことでいろいろとですね、藤原氏に陥れられて、菅原の三つ樽は左遷されて太宰府の権の措置になったということになります、ね。この後、三つ樽のたたりで、落雷が台にあったりして、この時平の絵はその絵を描いているとですね。時平はね、残念ながら時平の子孫たちはですね、権力者になれずにですね、たたりが影響してるんじゃないか、正体の変などというふうに言っています、ね。やがて今度は、しばらく経ってからは今度、藤原の実頼という人物は安奈の変、ね、この時はやられたのは源の高明と。源っていう名字は源頼朝とかが有名だけれども、この京都で高い位についている源氏は基本天皇のすぐ子供のことが多いんですよね。なんで天皇の子供そんないっぱいいてもしょうがないので、天皇家って名字がないんですよ。で源という名字を与えて一応家来の身分、親戚公括ですのもなってですね、だけども、政治的に優れていればこのように権力を握られる。で彼もやっぱり娘をこう天皇家と入内させて、権力を持って、反乱を謀反を起こすんじゃないかという、噂を立てられ、やがて失脚させる、ね。ちなみに高明は後で出てくる藤原の道長と並んで源氏物語の主人公光源氏のモデルの一人っていうね、シチュエーションはこっちの方がね、確かに源氏物語の光源氏のお母さんも身分が低かったので宮廷でいじめられ、子供は源の姓を与えられて親戚降嫁したっていうんで、主人公の一人と考えられる理由もありますよね。いずれにしろ失脚をしたとね。さあ、これを全部まとめて多子排斥と言います。藤原氏以外のいろいろな有力な貴族の家柄のものはどんどん失脚させられて、都から追い出されたり、または高い身分にはなれなくなったりしてしまったということになると思います。でこれでダーティー藤原氏が終わりかなと思うと、そうはいかなくなるんですよ。次はですね、共食い、ね、藤原氏が権力を握ってですね、今度は藤原氏がどん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 あちこちの役職を握ると都藤原氏だらけになって、特に高い身分は藤原氏の出身者が多くなってですね、今度は藤原氏同士で権力争いをするということになります。いろいろあるんですが、例を一つ挙げ、有名なのね、描かれている天皇は火山天皇、ね、火山天皇の代に、権力闘争が表面化するということですね、はい。誰が闘争したかというと、これ三つどもえになっております。まずね、関白だった、藤原の頼忠、そして、藤原の義親、
前の関白の息子になります。それから、藤原の兼家、この3つが三つどもえで闘争になったんですね。まあ、立場をやると、関白の頼忠は、まあ、外祖父でもないので権力はそれほど強くない、ね、まあ、人物としても押しの強い人物じゃなかったようですね。はい、それからですね、今度逆に身分はそれほど高くないんだけれども、火山天皇の、まあ、叔父にあたる、まあ、外戚になるわけですね。外祖父ではないですけど外叔父っていうんですかね、ここになるわけです、ね。はい、そういうことでこの人は、権力を握っていきます。そしてもう一人、ややあの藤原氏の中でもですね、他の、藤原氏の親戚と折り合いが悪くて、右大臣の藤原の兼家という人ですね。これが、まあね、非常に台風の目になってくるわけですよ、ね。そして火山天皇は随分変わった天皇だ、ね。女性問題とかを起こしたりとかですね、いろいろあった政治に対しては、ね、非常に意欲的であった。先ほど出てきた、藤原の義親などが政治的手腕を発揮して若い、有能な人材を登用してですね、実はね、政治を刷新しようという意欲にあふれていったんですね。荘園政治令というのが最初に見えますが、貴族たちは荘園からの収入で経済的に力を持っていましたが、これを整理すると、ね、つまり不正な荘園がいっぱい増えていく。特に藤原氏のような権力の強い人ほど多くのこういう怪しげな荘園をいっぱいこう寄進されて蓄えているということですね。これ整理するっていうのは藤原氏の人にとってはあまりありがたい方法ではない。ただしこの時に義親とか、これなりというような、これなりという人は藤原のこれなりという人は火山天皇の地兄弟になるんですけども、これなんかが若い感覚でこうね刷新をしようというふうにやっていたと。でこうしてみると火山天皇はこの後も意欲的に政治を進めることになるんです、ね。さてさっきの中にいた右大臣の兼家はですね、そうですね、左の方をちょっと見ると親王がいるんですよ。この親王は将来天皇になるんで火山天皇の次に親王、天皇になると考えられているんですが、まあ早くなってくれればよく見ると兼家は天皇の外祖父になれて権力を握れる立場にあるんで、まあ火山天皇が早くやめてくれりゃいいなということですね。火山天皇若い時いろいろ問題があったのでこれはすぐやめちゃうんじゃないかと思ったら意外に政治家としては優れているということが起こってしまったということですね。藤原兼家からすると、まあ、火山天皇は邪魔だなとこういうことになってくるわけですね。でそんな中ちょっとした事件が起こります、ね。火山天皇が非常に愛していた妃が亡くなってしまった。で火山天皇非常に感情の高ぶりのある人だったので、もうね生きてるのもいてもしょうがないと出家して、それお坊さんになって死んだ妃の弔いをしたいんだと言い出した。でここに兼家が目をつけるんですね。なんとか出家してもらってお坊さんになってしまえばもう天皇は辞めることになるので自分が推している、親王がね、天皇になるということなんですよ、ね。そこでさっき出てきた、ね、ね、兼家の、息子がね、クロードの塔になってるんですね。多分みんなはですね、火山天皇がこう出家したいってのは単なる気まぐれだろうと考えられたんですが、ここを押してみようというですね。クロードの塔、ね、藤原の道兼がもう泣いて泣き真似をしてですね、私も出家します。もうね、30代なわけですよ。若いんですよ。そしてですね、嘘泣きをしてですね、天皇に共感してます。本当に残念なことですと、ね、出家したいと、ね、これは本当にね、仏の道に入った方がいいんですよっていうふうに説得するんですね。はい、そしてですね、あるよ、今夜のうちに出家しましょうと言って天皇を御所の外にこっそり連れ出すんですね。昼間そんなことを言い出せば必ず反対派が 妨害してきますから、夜にこっそり抜け出して、まあ、天皇はいろいろ逡巡して月が明るくて目立つとか、手紙を置いてきちゃったとかいろいろ言うんですけど、これをね無理やり連れていくんです。しかも邪魔が入らないように、武士たちに見張らせていた。この源の三中はこれは先ほどの源の高明なんかと違ってこう地方に行ってもう身分は低いんですね。これが後々源氏として武士として力を持つんだが、当時はまだ武士は、貴族の手下ということですね。でこうやって見張らせてですね、邪魔が入らないようにするということですね。まあ、武力も多少利用した
ね。まあ、さっき一番最初に言った藤原良房も、近衛の大将などをやってですね、武力を掌握するってことをしていたんですが、この頃は、貴族たちは武士を自分の私兵として雇うようになっていたと、ね。さあやがて2人は寺について先に天皇が剃髪つまり髪の毛を下ろしてお坊さんになって、はい、これで出家が完了しますって言ったところで、ちょっと私は父親のところに行って報告してからまた参りますのでちょっと失礼しますと言って、道兼は逃げてしまいました。この時初めて騙されたね、ああいうふうに嘘泣きしたり、あれ嘘だったんだなとね、ということで、騙されたのは後の祭りですね。なんでもう一回髪を剃ってしまえば俗世間から離れるんで出家せざるを得ない、ね、上皇または法皇といってですね、まあ、お寺に行ってお経を読んだり仏教の道を目指していくことになる、ね、結果的に、新しい一条天皇が即位し、この外祖父の、兼家が摂政になるというふうになったわけですね、はい。この火山天皇の出家の話は大鏡という古典に出ていて有名な話で、もしかすると国語の時間に古典のね鑑賞で読んだりとかね、問題を解いたりしたことがある人がいるかもしれません。原文を読んでみると非常に心の動きがいろいろ分かって面白い内容なんで、ぜひ見てみてくださいね。こうしてですね、藤原氏の中でもですね権力闘争があって、兼家の一族が権力を握る、ね、さっき嘘泣きをした道兼とか、または長男の道隆などが高い位についてですね、そして後で最初に出てきた藤原の道長もこの時に出世するということになっていきます。はい、じゃあ今日は、藤原氏のいろいろな陰謀について簡単に話をしてみました。